ジェイソン・ブラウンは、アメリカのフィギュアスケート選手。主な戦績は、2020年4位大陸選手権、銀メダリスト。2011年ジュニアグランプリファイナル優勝。2018年2019年 CS ゴールデンスピン優勝。2014年ソチオリンピック団体戦銅メダリスト。カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。乗馬、スキー。 ピアノを趣味としており、テレビドラマ、グリーが好きで、同ドラマで、レイチェル・ベリー役を演じるリア・ミシェルを、会ってみたい有名人に挙げている。フィギュアスケートを足しなんでいなかったら、体操選手になりたかったと言い,い、北京オリンピック銀メダリストの、体操選手ショーン・ジョンソンを好んでいる。作家ウィリアム・シェイクスピアとその作品、ロミオとジュリエットを愛好している。母親は、テレビプロデューサーで、 父親は電力会社で勤務しており、兄弟には姉と弟がいる。ユダヤ教徒であり、地域のボランティア活動に参加し、ユダヤ教の成人式であるバルミツワーを迎えた時は、伝統的な祝い事に代わり参加しらと学校を修繕している。自他共に認める、新日課で日本語を学習している。2017年の NHK 杯では、SP 終了後に、 不傷欠場した羽生ゆずに向けた直筆の日本語メッセージを送った。2011ジュニアグランプリファイナル姉の影響で3歳半で、スケートを始め、5歳からコーチのコーリエードの指導を受け、テアミルバーンをパートナーにして3年間ペアダンスに取り組んでいた。2007年全米ジュニア選手権ジュブナイルクラスで優勝し、2008年度インターメディエイトクラスで2位。 2009年、全米選手権ノービスクラスで3位、2010年度を、ジュニアクラスで優勝する。2011年全米選手権は FS で7位、総合順位は9位だったが、演技の素晴らしさで、スタンディングオベーションを受ける。2011から2012シーズンは、ジュニアグランプリシリーズブリスベン大会で優勝し、ワルテル・ロンバルディ杯は2位。 ジュニアグランプリファイナルへ進出して優勝し、世界ジュニア選手権は3位で、いずれの大会も3回転アクセルを組み入れない構成だが、本人も必要性を感じて練習に取り組んでいる。2012から2013シーズンは、ジュニアグランプリシリーズクールシュベル大会で2位、ボスポラス大会は認定されなかったがプログラムに、初めて3回転アクセルを取り入れて優勝。 2013年世界ジュニアフィギュアスケート選手権は SP で1回、FS では2回の3回転アクセルを入れミスのない演技をして、ジョシア・ファリスの持つ FS ジュニア最高得点記録を更新。前年より一つ順位を上げにとなった。2013から2014シーズンはシニアクラスへ移行し、ネーベルホルン杯で銀メダル、エリック・ボンパール杯で 銅メダルをそれぞれ獲得した。全米選手権は SP でミスなく滑り3位で、FS は1位。総合では2位で、初めて全米の表彰台に乗った。YouTube にアップロードされた FS の演技は、再生回数400万を超える。ソチオリンピックの団体戦では、銅メダルを獲得し、個人戦は SP で、自己ベストを更新して6位につけたが、 最終滑走者となった FS では、ジャンプの飛びすぎ違反などで、総合9位となる。2014から2015シーズンは、ネーベルホルンハイで、シニア国際大会を初優勝し、スケートアメリカで、銀メダルを獲得し、全米選手権で、初優勝した。4大陸選手権に初出場して、SP で初めて4回転トーループを組み込むも、ダウングレード判定され、 SP9 位で FS で自己ベストを更新して6位になる。初出場の世界選手権は4位で入賞する。2015から2016シーズンは、スケートアメリカは SP で8位も FS で大きく順位を上げて銅メダルを獲得した。NHK 杯と全米選手権は腰痛で欠場した。2016から2017シーズン。 母国開催のスケートアメリカでは銀メダルを獲得しシニア初のグランプリファイナル出場が期待されたが NHK 杯では7位に沈みファイナル出場とはならなかった2017から2018シーズンはスケートカナダで2位 NHK 杯は4位で合計ポイントは7位であったが金広仕様の欠場により繰り上がりで名古屋開催のグランプリファイナル出場 結果は6位。年が明けて、平昌オリンピック出場をかけた、全米選手権では、SP で93.23を獲得し3位で、好調に折り返すも、FS ではジャンプでミスを連発し、総合6位で2大会連続のオリンピック出場とは、ならなかった。4大陸選手権では、大会初のメダルを、田中刑事と争い制して、銅メダルを獲得。 世界選手権の第一リザーブにエントリーされて欠場者が出たものの補欠出場を辞退。2018年5月29日、18年間指導を受けたコーリエードの元を離れ、コーチをブライアン・オーサーに変更したことを発表した。2018から2019シーズン、スケートカナダで6位。フランス国際では2位。 全米選手権では3位となり2年ぶりに表彰台に立った。世界選手権では SP で自己ベストを更新し2位に立つも FS で大きく順位を落とし総合9位に終わった。国別対抗、新日課の全米王者が日本語で感謝、今年最後が日本でよかった。ザ・アンサー、2018年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月18日閲覧。譲るさんへ、ジェイソン・ブラウンが羽生へ、エールの日本語メッセージ、大事な存在。デイリースポーツ。2018年2月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年2月18日閲覧。不詳の羽生乳譲るに、海外選手が日本語で、エール、プーさんの相棒からも、ファンに、感動広がる。 モデルプレス。2018年2月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年2月18日閲覧。シングルフォーカス、トリプルアクセルハットジェイソン・ブラウン・キープス、ザ・ヒッツ・カミング・ハット・アリング・ブラウン・ウィズ・ドローズ・フロム、U.S. チャンピオンシップス、ハット・フィギュア・スケーター・ジェイソン・ブラウン・メイクス、コーチング・チェンジ、ハット・ジェイソン・ブラウン・ヘッズ・ノース・男女・シングル・ SP。 団体2、総合団体1、ジェイソン・ブラウンのツイッター2019年5月12の投稿。マスタフル、チェイン・ウィンズ・クワッド・フェスト・アット・グレーシャー・フォールズ、ハット・ザ・インサイド・エッジ、スケーターズ・デビュー・ニュー・プログラムス、ハット・ジェイソン・ザ・ドリーム、ブラウン・ナビゲーツ・ロード・ツー・ソチ・ハット・ザ・インサイド・エッジ、エボラ、エス・エクストラオーディナリー・ランチ、ハット・スケーターズ・アット・ワン・エキシビジョン、ザ・ショー・マスト・ゴーン、 ありがとうございます。